こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。横浜植木のアジ18番という長ネギを作っています。アジ18番のおネギはすごく姿がいい。綺麗ね。綺麗、太りが他の品種よりか綺麗で、さらに甘くて美味しい立派なおネギが収穫できます。これはスッとして綺麗だね。綺麗ですので、アジ18番を毎年作っています。おネギが植え付けの後、ご近所の方にお裾分けをさせてもらったら、栽培の仕方も上手だったんでしょうね。うちのおネギよりか大きくて美味しいおネギが収穫できたそうです。評判いいね。評判がすごく良かった。今年もそのおネギを作ってほしいと親戚の方に注文されたそうです。それで私に種を一緒に購入してもらえんかねっていうことで、一緒に種を購入しました。その方はもうすでに種をまいてますが、私はまだまいてなかったですので、今から種をまいてやっても大丈夫なんですけど、年末には食べることは難しいと思います。5月半ば過ぎてきましたので、今から種まいて収穫までは年を越すと思います。2月3月になると思いますので、年末から食べるにはどうしたらいいかなと考えまして、昨年植えたアジ18番の苗が残っていますので、これをもう一度植え直して美味しいおネギが収穫できないかなと考えまして、調べましたら栽培は可能だそうです。ですから今日は植え付けしようかなと思っています。普通の分結するネギは、それはもう普通のネギ焼き植える、けど一本ネギは一本焼きいかんっていうところけど、いけるみたいだね。いけるみたいですので、別のところへ持って行って植え付けてみようかなと思っています。見てたら年末間に合うね。間に合うね。すでに立派なおネギやって、今の状態では硬くてまずいと。そうね。だから植え替えをして新しいいい芽を出させて、それを植え付けようと。ではおネギを見ていただきましょうか。アジ18番の長ネギの残り、これは元は1本で、ここに糖が出て、糖をのけると2本になって両方に糖が出ました。分結したってこと。分結を2本にしてます。やっぱり子孫を残そうとして、糖が出たり分結したりしてたということだよね。そうそうそう、ほとんどが2つぐらいには分かれています。アジ18番っていうおネギはちょっと調べてみました。おネギには3種類の品種があるということで、大きく分けて、一つは千獣群、白い部分の長いおネギのことを千獣群となってるようです。その中には有名な深谷ネギなんかが入ってると。次が九条群と言いまして、京都でよく食べられる葉ネギのことを言います。九条ネギとかやね。九条ネギ代表的にはね、はい、それは分結するやろ。 それは分結をします。次に加賀群、下の白い部分が短くて周りが大きな下仁田ネギのようなのが加賀群という分類に分けられるそうです。その中の千獣群の中の黒柄っていう品種と、加賀群の下仁田ネギといいとこ取りをして掛け合わせたものが F1 のアジ18番という品種になったそうです。これになるということ、はい。元は大きくて千獣群の姿、白い部分も長くて美味しいおネギが収穫できるというふうになってるそうです。今残ってる太ネギを栽培が続けてできるかどうか、できないって言われる方もおいでますので、ちょっと調べてみました。そしたら松本太ネギというのに行き着きました。松本太ネギというのはお殿様にも献上するという長い歴史があって、すごく大きくて長い美味しいネギだそうです。それを今も続けて栽培してるそうですけど、そのネギは9月、10月に種まきをして、9月に種まいたら次の年の5月まで育苗して、それから畑に定植をすると。結構長い間の育苗期間、5月に定植をして、糖が立っても糖をのけながら土を着せたりしながら栽培をしているそうです。だから糖が出た気でいかんなるということはないがや。そうよね。最終的に出てなかったらかまということは、植え付ける時はね、植え付けてネギ坊主をのければのけていったら、収穫の時にそれがなったらかまということだよね、それまで土規制をしたりしながら手入れをしていきます。暑い8月はおネギはあまり動かさない方が、土規制なんかもしない方がいい、肥料もやらない方がいいとか言われるんですが、松本ネギは8月に掘り起こしてまた別の場所へするそうです。11月、12月に収穫して食べるそうです。
8月に掘るって言ったら、うん、8月って結構暑いけど成長戦期触ったらいかん。去年うちも大変なことになったよ。霜に打たねぎがほぼ7割8月に触ったらいかんが触ったけど触ったその時期に掘り返して定食するったらもうネギにはものすごいストレスがかかるよね、うん、ストレスを与えることによって美味しいおネギが収穫できて食べれたっていうのはすごいよね。すごいね、うん、けどそれ聞いたら今の春のあったかい時期に掘って定食し直す、ネギ坊主が出ちゃっても大丈夫というか、やったらこれも大丈夫かもしれんね、うん、だからそれをやってみようかなと。うまいこと言ったら12月には間に合うと。間に合う。12月には収穫できて美味しいおネギが食べることができるんではないかと思ったので挑戦をしてみようかなと思ってます。じゃあちょっとネギを掘り起こしてみますか、うん、はい、よいしょ。はい、どんなの根はちょっとあるけど普段よりかは少ないね。これが分裂したことになるわ。これはね、唐型っちゅうがやき、これいらんが。これ、それはいかんが。いかん。あ、これは分裂、この中かい。そう、それが分裂。これ、ちょっと皮剥いてみてや。これが、あ、もう2つになっちゅうの。もうすでに2つになっちゅうき、植えるときは。あ、けど、やっぱり根が折れるわ。ちょっと残っちゅうきいくかもしれんけど。そう、折れたらまずいよね。うん、ハサミで切った方がマシ。つけたままやったがマシかな。それともまっすぐ包丁で切った方がいいかな。うん、包丁で切った方がいい。これはもう陶焼き絶対いかん。置いても全部が2つに分かれちゅうき、分かれちゅう言うても根元はまだ1つ焼き、うん、これを無理にのけん方がいいね。それは陶かい。これ陶、うんうん、これは最初の陶の出る前のネギの葉っぱ、これが分裂しちゅうけど、ここで包丁で切った方がいいね。うん、ここを包丁で切った方が根が綺麗に、そうやね、ね、うん、分けた方がいいと思う、うん、分けるかそのまま植えるかどっちかやね。そう、分けんと2つがついてもいかんろ。そうやね、まあ1本ネギ1本ずつにしたいね。うん、それは糖が出ちゅうと思わなきゃなかんね。うん、これが糖焼き。その中にもネギ坊主がおるやん。こっちはおらん。あ、ここにある、うん、これのけなんか、うん、ということはこれもまた2つに分かれる可能性あるね。そうやね。横にこれ通ってつくわかよ。こんなに全部そうやけど、これが通るのやろ。そう、これ横よ。こんなにつくわ。いや、元は真ん中やったけど残りの葉っぱのところに分裂した状態でついてくるき、これはここで通、またここで通、でもここは分裂してないき一つしかないって。真ん中にネギ坊主、ネギ坊主がおるき、うん、これをのけなかんや。のけた状態で植えると思うき。そうやね。多分これ一本で植えても二本に分かれる可能性はある。これが塔やろ、うん、ほいで今は二つに分かれてないき、このままを植えるしかないろ。ほいたらここに塔があるので、これをのけたらこっちとこっちに分かれる可能性はあるけど、うん、これも塔やき。これものくがよ、うん、これはのけていいと思うけどな。通常ならここで2つのこっちになるがやけど、この塔いらんのでのけたら1つになる。これで植え付ける。そしたらこの塔のけて、これはのけるよ、うん、これで定食する気分かれると思う。ここで分かれるかね、うん、けどやってみて分からん。ひょっとこれはもう分裂しないかもしれない。ずっとね。これ全部掘ってみますか。掘ってみます。向こうへ持っていく。これらもういかんね。いかんやつは無理よ。それ無理よ。中が空洞になっちゃう。あ、これいかんわ。中がいかんのもあるね。このまま置いたらいかんっていうことやね。そうかもしれんね。うん、植え替えた方がいいっていうことか。そうやね。これはどうかな。いかんやつは病気がうつる可能性があるき、ちょっとやばいいうやつはやめてた方がえらい。中が空洞になってき、一本は一本いける。こっちも根がやられちゅうき。だめ。それはやめちゅうきや。病気をうつっても意味ないろ。
ここのダメかもしれん、色が悪い、うん、まあ掘ってみたら。でもこれ柔らかい、ちょっと触って、ああちょっと柔らかい、これから言うたら全然違う硬さ。やめとく、うん、やめとく。だからこれやっぱり植えるのに、うん、ここまで埋められん、ここだけっていうことよ。そういうことやね、うん、うん、まあ一応やってみよう。一つだけ柔らかいの、これもダメやったらもう全部色が悪いけど、これらダメや、向こうの方がいけるかな。これもふにゃふにゃや、これ分けん方がいいろうね、うん、あ、これが糖やけ、これしか残らんということか。これ糖や、糖硬いのかい。うん、糖は硬い、カチカチやね。後で抜けるとして、うん、これやっぱりここっぽいっていうのはまずいと思う。っていうのは掘り上げていくのにおネギが腐ったような匂いがするもん、うん、上からにとっていくこと、うん、場所変えちゃらんと病気が来るってことやかね。そうやろね、病気とか菌かなんかが。これも糖焼きね、ここで一本あるだけ焼き、あともひょっとこれが一本取れるかな。これらもういかんかも。それはいかんやつ、これ多分いかんと思う。色がもういかんね、今までのと違うや、うん、それはもうおじゅきや。どう違うか、やっぱり、あまあ、糖やけど、あでも病気は基準ということやき、まずいよね、うん、これも一応日本は残っちゅう、うん、あんまり病気が基準ったら他へ移る可能性があるけど、納豆菌やっても無理。これもほっちょかんといかんき、掘るけどこれはもう完全にいかん、これもいかん、あ、これいかんわ、いかん、柔らかい、ああ以上。この植えるとこ持っていくかい、うん、葉ネギがわざと干しネギにしました。これを植え付けることによっていいおネギが取れるということで干しています。これは植え時だと思います。これが九条ネギ、これも干しました。植え付けたらすぐに回復はしてくると思います。ネギは強いか、強い、昔からネギ干すやん。干さないかんということはないわ、はないみたいね、あるかなと思ったけど、九条ネギもこんなに糖が出ちゅうのはもうこれはいかん、うん、これら糖が出ちゅう、糖が大きい、この九条ネギは。でも置いちゃったらそれが順番に分裂していくということはないが、これで、そうよ、これらも、うん、置いちゃったら嫌じゃないが、分裂するネギなんかいき、置いとくか。干しネギにして植える場合もありますが、味18番は干しません、そのまま植えます。メーカーさんに問い合わせたところ、干してもいいですが干さなくてもいけますということで、干すと回復がちょっと時間がかかるそうですので、干さずに味18番はそのまま植え付けようと思っています。ドルバ掘るわ、うん、ドルバ掘るわ、コルバ、コルバということはあそこに掘るわ。そんなに深いに呼ばんの、どうせ土着せな関係、うん、伸びてきたら、はい、これはもう植え替えせんやろ。そうやね、これで何センチぐらい、掘るのは10センチぐらいやけど、横に土持っちゅうき20ぐらいに見えるかね。掘る幅ということ、幅というかネギを寝かすとこの深さ、深さはそうやね、盛り上がっちゅうき20センチぐらいやかね。三角砲でもうちょっと下を掘ろうか。そうする？うん、そうせんと根を入れるとこだけ、うん、これでいいよね。そうやね、これは2個に分かれてるのでちょっと切ってみますね、根の部分を、うん、両方に根が作ろう。そうね、並べていきます。そこから病気にならんのこれ、切り口からじゃがみみたいにシリカつける、つけちょったら、ま、いやめんどい、そのまでやる、やります。これなんかも切ってみようか、2つ大きい木、ね、そうね、こう、うん、じゃ並べますね。何センチピッチ、10センチぐらいでいいんじゃないかな。10センチも空いてない、もうちょいですから8センチ6センチぐらい、うん、
これでいいよ。この多分もう食べることはできないと思うので、新しく出た分に土寄せをしていきますので、おネギは加湿と酸素がいりますので、根の部分だけに土を寄せていこうと思う。湿度はいらんがよ。加湿がいかんがよ。加湿がダメやから、湿度を考えて浅く土を根の元だけ寄せていきます。水あけがええ方がいいということ。そうだから、ちょっとずつ根だけ隠れるようにということ。そう、そういうこと。こういうふうにかけていこうかと思ってます。だからこれが起き上がってくるわけじゃないと思う。多分これが起き上がると思う。これが起き上がる。起き上がる、うん、順番に太陽の方に曲がった状態で起き上がってくる。松本ネギみたいに。そう、まあ、これでやってみる。これが起き上がるかね。それほど馬力あるかな。はい、できました。アジ18番の苗は30本近くありましたけど、掘り上げてみますとだいぶ腐ってるのもあって26本植えました。今倒した形で植えていますけど、根付いてきたら起きてくる可能性が大きいです。新しい葉っぱが中心から出ますので、中心から1枚出れば外の端の葉っぱがダメになる、また新しい芽が出ると外の葉っぱが1枚ダメになるという繰り返しが起こってきて、今見えてる葉っぱは全部なくなっていくんではないかと思っています。木とかやったら年輪で全部残るけど、全部残らん。長ネギの場合はね。長ネギの場合、うん、最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。これがどういう成長していくかをまた動画でアップさせていただきますので、その時はご覧ください。ありがとうございました。ニコ。これは元は1本で、ここに糖が出て、糖をのけると2本になって、両方に糖が出ました。分結したこと。分結を日本にしてます。ドルバフルは。うん？ドルバフルは。これば。並べていきます。そこから病気にならんのこれ。切り口から。じゃがいもみたいにシリカつける？つけちゃったらいや面倒。そのままでやる？やります。